長岡市中島にある松田組。昭和26年に法人化して以来、地元を中心に仮設工事などを行っている会社です。うちの方の仕事としては建築、要は鉄筋コンクリートだ、鉄骨の建物だ、その建物に関しての基礎工事、それでそれに伴うコンクリート工事、それとあと足場関係ですね。こういう大きい現場でやっぱり仕事できるっていうのが一番自分にとっても自信になるかなと思いますし、松田組では強みを生かして仕事を安定して受注できる取り組みを行っています。その強みについて伺ってみました。足場屋さん、俗に足場専門で作っている、ところは多くあると思います。でも基礎工事で、コンクリート工事、そして足場工事、この3点セットをやっているというところはそれはありますけれど、そんなに多くない、限られている。そんなところから、そういうところでもって、要はうちに頼めばその辺が全部できると。新たな業務展開を図っている松田組ですが、古くから請け負っている仕事も大切にしています。当初は、安全策といって、堤防の上に人が怪我しないように柵を、100メーターぐらいというふうに聞いてます。今現在は、柵およびロープの柵、立ち入り禁止みたいなものなんですけど、全部合わせて約10キロメーター、約1万メーターということになります。だから昭和26年から言うと100倍の規模になってます。松田組には一級飛び技能士など多くの有資格者が在籍しています。資格を取得する意義について伺ってみました。資格を取った方が自分のためにもなるし、当然自分のためになるということは会社のためにもなるということで、取りたい人間、できればみんなに取ってほしいというのが、大体そういうふうに考えているもんだから、会社の方で、要は受験料からその時の日当から全部会社の方で負担して、資格を取ってもらうと。1級でも2級でもどちらでもいいと。1級が自信なければ2級、もし俺は1級が受けたいとなれば1級受けてもらう。ただ一つそこで従業員に言うんだけど、1回落ちたからといって諦めちゃダメだよ。受かるまで、受験してもらう。だから一発で、その資格受かる人間もいますし、2回で目で受かる人間も、中には3回受けたやつ、受けて合格したのは2人かな。でも諦めずに、そういう資格を取って今では現場で頭立って、動いてます。年齢重ねれば当然自信がついてくるけど、資格を取ることによってもっと自信ができてくるし、プライドが出てくる。自分は1級なんだ2級なんだということで、自信になってくると思うんですよね。やっぱり資格を取ることによってその人の上に立つっていうのがあるんで、結構その気を使って仕事するようになりましたね。取れるものは若い時に取った方が楽だと思うんで、皆さん資格を持ってた方がいいと思います。資格を取得することは本人と会社にとってメリットと話す松田社長に今後について伺ってみました。今若い人が、うちだんだん多くなってきてるんで、資格、今現在、8人いますが、まだ取っていないものもいますんで、これも資格を取らせて、会社で当然全部負担すると。で、自動車免許の取りたいという20歳代の
子はいるんだけれど、それも会社で、一旦は、全部出してやって、で後で半分、ゲップ、少しずつ、そういうふうにして自分のものに、そうすれば自分も大事にするしということで、とにかく資格とこれを、重視したい、そういうふうな思ってます。下の人に慕われるようないい親方になれればいいなと思ってます。とにかく真面目な人、それと、やる気のある人、足場それは高いところは上がるかも分かりませんけど、ある程度は慣れですので、やる気さえあれば、どんどんと資格取っていただいて、上に立ってもらうというふうに考えています。松田組ではこれからも他社との差別化を図りながら業務拡大を図っていきます。